皆さん、どうもこんにちは、しおりです。前回に引き続き弾丸ソウル旅中の私ですね。で、今回は食とのことで、全世界の料理を食べ尽くしてから死にたい、そんな私が2泊3日で限界まで食べ尽くしまくった韓国飯、こちらを一挙大公開スペシャルしちゃいます。今から念願のカンジャンシジャンに出てきます。入り口が分かりません。じゃーん、着いたっぽいです。はい、最初のお目当てはカンジャンシジャンという市場ですね。もうここに近いという理由だけで、あのホテルにしたと言ってもいいほど市場を愛する女。とにかく大きい市場がある国が大好きだし、そこでの手仕事なんてもういつまでも見てられますね。そんな活気ある市場すぎて、もうどこに入ればいいかわからん、目移りしてしまうから、とりあえず勘で決めよう、こちらにしました。もう正直、韓国の赤ちゃんから言わせてもらうと、この辺の屋台のメニューの違いはよくわかりませんので、このスンデがドデーンと置いてあるお店と、あとね、このおでんですね。こちらはマストで食べたかったので、それがあるお店、そちらに行きました。とさ、うわー、全部だ。で、本場で食べてみたかったこのおでんは、串刺しのニョロニョロで出てくると思ってたんだけど、まさかの取り外し形式を採用されておりまして、どちらかというとスープですね。皆様、キンパとビビンバととかで食べておられました。そしてこちらの豚の血とかもち米などを豚の腸に詰め茹でたスンデ、これなんかももうザ韓国といった感じで、日本でもまだあんまり食べれるところが少ないイメージなんだけど、私的にはソーセージ食べるならスンデを食べたいって感じ。比べるとこ合ってるかな。韓国に来て間もなく、このおでんとスンデを食べるというミッションをいとも簡単にこなすことができました。あ、このマンドゥってやつも美味しそうでした。そんでお次はプチョンユッケ。こちらはおいおい大人気なお店らしく、視聴者さんからもたくさんレコメンドをもらったしで、普段だったら絶対並ばないと思うんだけど、前日挑もうと思って挑めなかったタッカンマリ屋さんもありますしね。そんな長き戦いに打ち勝った私に届けられた戦利品はユッケビビンバウィズレバーと千枚です。さあ、飲みましょう。およそ40分ぐらいは待ったと思うので、その分このケイリービールが本当に美味しくてだね。で、本題のこちらの生レバー、日本では食べれませんが、アジアいかに、こりゃ罪な味でしたね。もう見て、こうやって新鮮がゆえに2回も落としてしまうほどのトゥルン加減で、今ごま油に浸したら、もうハートがいりません、のどごしゼロの生レバーで、次やっとユッケにたどり着いてるんだけど、このユッケはね、ビビンバで自分でいろいろ具材を入れて混ぜるっていうスタイルのものだったんですけどね。ユッケが美味しいのはもちろん、このリンゴとか、あとエゴマ、
それがね、韓国らしさを前面に出しておりましてね。でもここで食べたユッケ千枚生レバーの中だったらもうダントツ生レバー推し。千枚は特筆したレポがないっていう点で、あの皆様にはご察しいただければと思うのですが、はい、ただ生レバーは本当に絶品で40分並ぶ価値あるなと思ったので、ぜひ忍耐強くどうぞ。次はカーベキってやつに並んでます。いやいや、またもや長蛇の列に並んでるという旅行マジックですね。あのもちろんローカル好きでコアな店に行きたいっていうのも反面、最近は流行ってるものには理由があるとの思いから、その土地での王道とか流行りものとかも勉強したいなと思っててね、まあ、赤ちゃんなら赤ちゃんなりに一から手順を踏んでいきましょうってことで、クアベギ。このクアベギの正体はと言いますと、もち米の揚げドーナツみたいな感じそうで、もうね、空気ふわふわ、エアリーな生地にザリザリのお砂糖がたっぷりとかかっていて、ものの3秒で食べ終えてしまいました。食べ過ぎだ、やばい、味すよ。なんか適当に良さそうな店に入ります。ローカルなお店を先ほどまでの王道宣言はどこへとやら思うんですけども、はい、この辺のね、屋台も見たんだよ。明洞の屋台有名だから。だけどどうも血が騒がないと言いましょうか、ローカルの、ローカル求めてこんなとこに来ちゃったね。すごい楽しい楽しい、来なくっちゃ。もうこんなローカルだけが集まるみたいな小道に来て、そのお目当てのお店に向かっているんですが、嫌な予感する、嫌な予感する、こっち、あ、これか、はい、このドンピシャな雰囲気、ジモティしかいないご様子というわけで乾杯。韓国でも己の店選び能力が発揮できたといったところにお祝いの初寿です。初寿、すごすぎる。そんな私にさらにサプライズな出来事、来た、じゃじゃーん、もうこりゃデカ盛りハンターの量なのね。で、伝わってるかわかんないけど、この炭水化は4人前今日はございまして、で、それに比べて小さく見えるこのジャジャン麺でさえ2人前はございます。この2つ頼んだ時、あの店員さんから何も言われなかったんですけど、どういうことなんですかね、そう見えますかね。こういうのを一応コリアン中華っていうらしくて、日本で言うとどこの天津飯、寿司とカリフォルニアロールのような関係と言ってよろしいんですかね。食べても食べても減らない、もう味は本当に美味しくて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 、雰囲気も良くて、おかみさんもめちゃくちゃ、おかみさん
オンマみたいな人もとっても優しくて、もう大当たりのお店と言って過言ではなかったんですが、何せ量が多くてね。こじゃんべよ。あっちんちゃましそうよ。いやいや、持ち帰り救済措置をいただきました。このトロトロベチャベチャのジャジャン麺には最後はちょっとお酢をかけて味変をして、最後まできちんと食べきりまして、お持ち帰りは淡水浴に決定。本当にここは穴場というか、私が見つけたと言っていい言うね。トムサムギだ。ありがとうございます。はあ、みんな気づいてきてるかな。だんだんとアフレコの頭が回らなくなっているということを。そうです、ちょっと疲れてきました。でもここまでお付き合いしてくださってる皆さんも同じだと思います。みんなで気持ち一つに頑張っていこう。続きます。いやー、いいですね、活気がある。ということで、デイ3はナンデムンシジャンに来まして、そちらの路地裏コルモプキンパというところに来ました。本当に路地裏です。ここは知り合いの方から教えてもらったんだけど、本当にローカルな感じで、もう見つけるのもやっとでした。このおばちゃんの手つきがまたとてもいい感じでして、どこいしょどっこいしょどこいどこいどこいしょと手際よく詰め物をしてくれています。そしてご覧あれ、この巻き方ね、プロですよ。これ家でやろうとしてもできないから、みんなやってみ。具材がね出ちゃうんだよ。からのこの包丁が研ぎ澄まされているからこそのビジュ。これで300円。おさみだ。でなんかこの幼稚園生がわーってやってるだしカップにだしを入れてくれましたので、それをスープ代わりにいただいていきましょう。それではお聞きください。ソウルなんでもシジャンにてコルモプキンパ。マシッとよ。あー、みんな辛い辛い。マシケッタマシケッタ。令和よ。辛いと言われたその正体はトッポギ。しかしまあ強固な舌を持つ女、私には辛さは感じずですね。辛いだけじゃなくてしっかりコクもあるこの辛さが大好きで、あとこのキンパのね、やっぱエゴマとか香草がたっぷり入ってる感じ、その独特な旨味も最高に好みです。そして極めつきにはこちらのコルモプキンパ。あ、ちょっと具材が出ちゃったけど、それをこのタレにね、また具材出ちゃったけど、そして食べるっていう、これが最強のタッグ、最強の2人、映画化決定です。なんかみんながたかってるからたかってみるね。同じくなんでもんしじゃんにて光に集まるハエのごとくたかってみました。ファイブサワーです。マイクロハンマイクロハンマイクロ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 Base under this. Five thousand. Okay. Five thousand.
無事に世界の平和を取り戻したのでした。なんだか分からず並んだんですけど、これはおそらく中華まんですね。でスパイシーの方を頼んだので、ちょっとピリ辛の具材ぎっしり、肉とか、あと野菜もめっちゃ入ってて、ふかしたてほやほや、みんなまとめ買いしてたので大人気のお店なんじゃない。でここはカルグクス通りといいまして、カルグクスが食べられるなんでもシジャン大有名の通り。おばちゃんに強引に誘われるがままに入ったお店にて、じゃーん、この量、この量で800円。これカルグクスを頼むとビビンバとキムチ、あと冷麺、味噌汁までついてくるっていう、もう誰が主役で誰が脇役なのかわからない状態となっております。そして皆さんで肩を寄せ合って食べていたら、超ラブリー女参上。もうめっちゃ可愛くて、この辺りからあんまり味を覚えてないっていうのが本音なんですが、とにかくカルグクス、平たい麺の、まあ、うどんみたいな、優しいうどんみたいな感じで、これはすごく美味しかったです。で何より800ウォンで韓国の味そうなめっていうのもいいし、辛いのがダメっていう人もカルグクスはおすすめ、食べれると思うので、ただお腹は十分に開けてから来るのが吉です。こうしてなんとなんと謎に謎に3人になっているではないか。はい、知り合いの知り合いのまた知り合いみたいな感じで、ひょんなことから3人でご飯をすることになりまして、こちらのチュクミ鍋をいただきました。今回の旅で懸念していた一人だとご飯断られる問題は、私は運よく一度もなかったです。ですがさすがにこのカンジャンケジャン、サムギョプサル、こういう鍋系は今回諦めてたのね。だけども、今このような形で食べてみたかったチュクミを食べれていて、心底嬉しいです。楽しいです。私もです。やっぱりお鍋は囲むことで美味しさ倍増、だし凝縮と言いましょうか。最後はこちらのお汁にご飯を浸してサラサラとかき込む、もう最高でした。ごちそうさまです。ありがとうございました。また来るぞ、ソウル。というわけで名残惜しすぎる最終日、最後に狙いを定めたのはコングクスという夏ならではの韓国料理。ここ多分これどう考えても不安になる階段を上がり詰めると、まさかの開店直後にもかかわらず、ほぼ満席な店内がございまして、案内されるがままお座敷に。で今後からお隣に来たおじたちにお水を配って差し上げてるんですが、なんとここで生まれたカムサハムニダが後々感動を生むこととなりました。そうしてみてください、この美しきカルグクス。隣のおじたちもここがソウルで一番うまいカルグクスだよって言っておりましたが、さてお味はいかに。美味しい。すぐさまおじたちに間違いないねと共感の嵐。わ、うん、こんな感じでね、豆乳の冷製ポタージュのようなとろっとしたスープに麺がよく絡まりつきまして、本当に感動する美味しさで、この美味しさにありつけたこと、そしてこれでソウル旅締められること、
何度お天道様に感謝をしたことか。で仲良くなったおじたちにも無事着丼しまして、あまりにも美味しそうに食べててね。アシストよ。美味しいわ。お互いにマシッソだね、美味しいねってうなりながら食べててさ、お互いの国が美味しいでつながった空間ってなんて明るく穏やかなんだろうって、そう思ったらなんか私泣けてきちゃって、ホロホロと泣きながら謎にコングクスをすするという羽目になりました。もうみんなで美味しいご飯食べたいから戦争やめよっかみたいな世界にならないですかね。はい。もうこんなことを考えながら食べたコングクスの味、一生忘れることはできません。もう完全なるアナザースカイ、アナザー食堂決定です。はい、前回の動画見てくださった方は分かると思うんですけど、ちょっとしたいろいろがあって、もう弾丸に弾丸で決めたソウル旅行。こんなにも温かい気持ちになることができて、あの時あの頃行動に移した自分よくやった、そしてありがとうと言いたい気持ちです。本当にお腹も心も満たされる国外逃亡ができたので、また嫌になったらひょっと来ますね。というわけで皆様も行ってらっしゃい。いい旅になるように願ってます。今日も最後まで本当にありがとう。じゃあまたね。